はいどうもみなさんこんにちは、レイムです。マリサだぜ。ヨウムだよ。というわけで今回もマリオサンディーワールドやっていきますよ。ついに一面のラストか。やっとここまで来たんだな。マイペース更新すぎるね。まあそれでも見てくれる人はいるから。っていうかピーチ姫いるじゃん。誰だ。あ、私キノピオ使いを引退しました。キノピオ涙目。うおお、なんだこのステージは。なんかサッカーボールみたいな怪しい球があるな。ちょっとお前試してこいよ。ふえ？何するのマリサ。なるほど。どうやら蹴って当てると爆発するみたいだな。いや、なるほどじゃなくて。これを駆使して進んでいくステージみたいだね。いや、クリボーに外すんかい。マリサもヒップドロップ外すんかい。3D の奥行き感になれないんだよ。いや、どんだけ私たちこのクリボーに苦戦しているの。やっと倒せたね。こんなところで時間を使っていられないぞ。そうだよ、どんどん先に進まないとまた時間が迫ってきて後半焦る。なんか左にスター型のリングがあるね。お、しかもここの大砲みたいなところからさっきのボールがたくさん出てくるよ。こういうのがこのステージの至るところに設置されているのか。そうかもしれないね。というかこのスターリングみたいなの取るか。お、コインが8枚くらい現れた。すべて取るんだお前ら。お、やっぱりグリーンスターが出た。こういうグリーンスターもあるんだね。今までは大体隠されていた場所にあったからな。お、ここのハテナブロックにベルが出てきたぞ。3人とも猫になれたね。このステージは横攻撃があるといいかもしれない。うわ、動く床じゃん。みんなで行かないといけないからタイミングが重要だね。次下の床がこっち来たら行こうぜ。了解。今だ。ほう。あ、やばい、行き過ぎ。あ、そうか。ピーチって対空できるんだな。危ない危ない、ピーチじゃなかったら終わっていたかもしれない。いや本当だよ、ピーチ選んでおいてよかったな。あれ、なんかこの上に肉球が描かれているスイッチが見えるよ。おっと食らっちまったぜ。私も食らっちまったぜ。ほぼ同時にダメージを食らうなんて、驚異のシンクロ率だったな。絶対これ猫じゃないと動かせないギミックでしょ。うん、床が上がってきたぞ。これ上に何かあるのか。これは壁登りができる猫マリオの出番では。っていうかストックにベルがたくさんあるから私たちも使っちゃうか。あ、そうだね。せっかくあるなら使わないともったいない。あ、ギリギリ時間が足りなかった。え、今上にグリーンスターあったのに。もう一回回すしかなさそうだな。これ誰かそこの床に乗っている状態で回せばよかったんじゃない？それもっと早く言ってよ、もう登っちゃったじゃん。あ、私そっちのハテナボックス見るからレイムはスター取ってくれ。わかった。これでグリーンスターは2個目だね。こっちはコインがたくさん入っているだけだったな。じゃあ、また先に進みましょう。またここでも時間を使っちゃったからな。あ、でもこれドッスンの上にタイマーみたいのないか。お、10秒ほど時間が増えたね。これは時間を使いすぎな私たちにありがたいアイテムだ。あれ、ヨウムそこは床がないぞ。嘘ー。普通に落ちてて笑った。そういえばいつの間にか残機数回復してんだな。この前のステージで例になったじゃん。その時コンティニューボーナスみたいなので10くらい増えてくれた。そんなに奇数くれるんだ。初心者に優しいゲームだなこや。ここにたくさんベルがあったのでアイテムのストックも万全にして先に進みたいな。お、この先にいるグリボーのてっぺんにグリーンスターがまたある。お、あれはどうやって取るんだ。普通に倒しちゃえば落ちるんじゃない。そんな単純でいいのか。あ、わかった。これはこうやって。食らってましたけど。え、食らってないけど、こいつごまかそうとしているぞ。っていうマリサも食らっているけど。私はいいんだよ。何それ、マリサのおたんこなす。おたんこなすとか久々に聞いたな。でもこれでグリーンスター3つ集まったね。このステージは割と簡単な場所にあった気がするね。そうだな、今までと違ってわかりやすい場所にあったと思うぜ。え、これはどうやって先に進むの。ちょっと謎だな。前方には壁しかないからな。あ、このボールを前の壁にぶつけるんじゃない。なるほどな、確かに前の壁レンガっぽくなっていて壊せそうだよな。ヨウム、あんた今日やけに冴えているわね。確かに今日は調子いいかも。もしかしてやっているわねあんた。やっているって何。お、キノコが出てきたな。ってことは右側も壊したら何か出てくるのか。一応確認で壊してみる。そうだね。いやでもこれ難しいな。思ったより狙いの位置に当てるのは難易度が高い。お、真ん中は何もないのかい。これ多分右端壊しても何もなさそうだね。そのまま進んじゃおうぜ。うん、なんか雰囲気が変わったな。そうだな、ひょっとしてこれって。ちょいやリアクションの仕方くさ。クッパさん出てきましたねー。しかも今回はやけにかっちょいい車乗ってるよ。何笑ってんだバカ。マリサがお前をボコすからな。挑発するなら他力本願はやめろよ。え、なんか急に始まったよ戦いが。え、これは何をすればいいの。お、ボールを投げてくるな。ってことはこれを弾いて当てるんじゃないか。今の反応的に合っているっぽいね。とやー、当たってないぞ。これはボールと友達じゃないからだね。とやー、何？当たっただと。ボールと友達になると当たる説が立証した。まあ私は友達だと思ってないんだけど。複雑な関係なのやめてくれよ。っ
っていうかこれ何回当てればいいんでしょ、とらー。普通なら3回でこれで終わると思うが。うん。どうやらそう簡単には終わらせてくれないみたいだな。マリサとグッパの因縁の対決はまだ続く。え、私ってグッパと因縁あったっけ？ねえ、マリサが独り占めするからこっちに全然ボール来ない。球技はチームワーク大事なんだよ。そうだよ、チームプレイ苦手で球技嫌いになったんだからね、ウプ主は。いや、その情報いるのか。ほい、これ当たれ。あれ、もう終わりなの。あれあれ、金の力はそんなもんなのかな。いや、奴はまだ全然やる気だぞ。え、仕方がないな。うちのマリサの方が怖い化け物だということを教えてやるわよ。お前後で覚えておけよ。2年に行く前にもう一回ボス戦がありそう。っていうか冗談は置いて普通にグッパしぶといよね。1年のボスはあっさりやられるのがマリオシリーズの暗黙の了解だろ。うわ、何このマグマの落とし穴みたいなのは。これ地味に厄介だよね。大体ダメージ食らうときはこれなんだよな。ここから道の幅が狭くなった。うわ、これちょっと嫌だな。ただでさえ狭いスペースで戦っていたのにこれはちょっと辛いな。いや、でもこれ普通に乗れるね。うん、なんだこれ、何の意味があったんだろう。普通に通常ステージに戻ったな。気を抜いたらやられてしまったんだが、これ復帰のタイミング難しくね。溶岩というかトラップが。ああ、私もダメージを食らってしまった。これを食らえ。ナイス。これあと何回当てればいいんだ。全然終わんなさそうだね。でもよく見たら右のタイヤ破壊できているな。着実にダメージは入ってはいるみたいだけど。その攻撃じゃない？早く弾の方をちょうだい。あ、来たぞ。とやー。おい、どこ飛ばしてんだよ。全然関係ない方向にボール飛んでってた。あれ？これは、まだあるっぽいな。3回戦かよ。だからそれじゃない？玉、グッパの玉、それは誤解を招くからやめろ。2つ生えてきたじゃん。この火炎弾みたいの2つは邪魔すぎる。っていうかマリサも外しすぎでしょ。ごめんごめん、下手くそになったわ。うわ、またボール出してこないターンになった。いや、グッパが持ってる、来るよ。任せろ。うおー。倒したのか。出た、謎の対空時間。さよなら。というわけでこれでこの面はクリアかな。壮大な音楽が鳴っているけど。うお、金だ金だ。コインコイン。あれだけの大物を倒してこれだけってしょぼくね。そうだよ、船長円よこせ。そんなに入らないけどな。あ、しっかりゴールボールあるんだね。ボスクリアしてコースクリアじゃないんだな。あ、ここにタイマーあるな。っていうかクッパとの戦いに夢中だったけどもう100秒切っていたんだね。だから序盤で時間を使いすぎなんだよな。え、なんか瓶詰めにされている妖精がいる。カットはされているとは思うが序盤に出てきた妖精だよな。1年ごとに囚われているってことなのかな。あ、そういうストーリーなのかな。ストーリー全然気にしてなかったからな。これ実は後ろに何か隠されているってことない。疑いすぎじゃない？何もないです。疑いすぎでした。じゃあゴールしちゃっていい？いいよ。あ、ちょっと待ってくれ。やばい。助走ミスった。あ。なんで最後の最後でヨウムだけなんだよ。最後はみんなでゴールしようって言ったじゃん。今まで私を置いて行った仕返しだよ。こいつ、根に持ってやがった。ついに新しいステージに進めるのか。発売されて10日、やっと1面終わりました。いやー、長かったね。じゃあちょっとだけ2面の全貌を見て終わりましょうか。そうだな、気になるからな。おお、2面は砂漠なんだね。そんでまた違う妖精が囚われているんだな。じゃあ次回からこのステージを攻略していくってことで、皆さん、お楽しみに。